道は予選の第4組が行われます。共通男子 400m 競走は予選の第4組、3レーンの前原の柳田が引く4番手。ただいま終了しました男子 400m 予選第4組の速報です。1着4レーン宮城君、オーダー51秒40。さあ全国大会50キロ突破です、おめでとう。2着3レーン柳田君、前原52秒64。3着6レーン鈴木君、鳴門53秒12。4着以降はウェブで合格にください。